自分が可愛いと思ってお高く泊まりやがって。ああ最悪、本当最悪最悪最悪、死ねばいいのに掘り込めんか。うざい、本当うざい、そんな。誰、そこに誰かいるの？俺だ、綾野浩二だ。櫛田、携帯忘れて。聞いたの？聞いてないって言ったら信じるか？誰かに話したら容赦しないから。もし話したら？あんたにレイプされそうになったって言いふらしてやる。冤罪だし、それ。大丈夫、冤罪じゃないから。あんたの指紋これでべっとりついたから証拠もある。私は本気。わかったから、その手を離してくれ。いい？裏切ったら許さないから。綾野浩二君、私が聞きたいのは一つだけ。今ここで知ったことを誰にも話さないと誓えるかどうか。うん。分かった、綾野浩二君を信じるよ。よし、また秘密ができちゃったね。なあ櫛田、教えてくれ、どっちが本当のお前なんだ。